どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さてさてさて、ついに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 私ミネットサブ村を作成することを決意いたしました。まあね、ミネミネ村を作り直す作り直さないっていう話をね、前回してたと思うんですけれども、やっぱりね、ミネミネ村は1年間やってきてかなりね思い入れがあるのでね、やっぱミネミネ村を作り直すのはやめておこうという決意に至ったわけなんですけれども、まあサブ村をね作ります。あ、すごい額出たちょっとすごい額出た、ちょっとびっくりしちゃってるんですけれども、あのね、熊だけの村を作りたいなって思ってるんですよね。そう、熊だけの村。まあ、ミネミネ村に昔ね、レイチェルっていう子がいたんですけれどもね、ちょっとその子をね、もう一回呼び戻したいなっていうのがありますので、あ、これちなみにあの村です。中古で買った飛び盛りのデータなんですけれども、すごいね。2000万ベルになりましたよ。びっくりするな。あ、どうもどうも、リセットです。ところで、たぬきちゃんから聞いたんですけど、君、村をリセットするんやて？まあそういうこともあるわな。人生をリセットするっていうのはなかなか大変やけど、やり直せるからこそ失敗を恐れずに思い切ってやれるわけやからな。まあ新しい気持ちで頑張ったらええんちゃいますが、そうそう、最後に一つだけ。新しく作る村でもリセットカウンセンターを設置してくれたら、仕事しますぜわし。ほな。俺リセットカウンセンター作ったこと一度もないんだよね。てか見知らぬ猫に会うの久しぶりだね。じゃ、とりあえず今の時刻は11月3日の、午後0時21分。わあ、撮影時刻がバレてしまいますね。見知らぬ猫マジ久しぶりだな。1年ぶりか。まあ、中古のソフトでね、たまに会ったりしてたんですけれども、名前はミネットでいきます。じゃ、ミネットは、今回は女性キャラでいこうと思います。じゃ、なんでかっていうと、夢見の訪問の時にさ、どっちか迷う時あるかなって思って、ちょっとミネットは女キャラでいきます。ミネ村でいきます。ミネミネミネ村かミネ村の二択にしたんですけれども、ミネミネミネ村は言いづらいっていうのがね、あるので、ミネ村で行きたいなと思います。ミネ村に行くの？そうそう。ミネ村か、聞いた覚えはないけど、どこにあるんだろう？秘境村かな？うわぁ、いきなりいいの来たな。え、めっちゃいいの来たんじゃないこれ。待って、めっちゃいいの来た。あ、ちょっと待って。あー、はいはいはい。いやいや、それないな。え、ここもよ、え、ここめっちゃいいな。いや、ここいいんだけど、左端の部分何作るかによるんだよね。カフェ作れんのかなあれ。いや、線路が近すぎてあれカフェ作れない気がするな。これ一択じゃない正直。いや、でも右端が気になるな。あの右端の部分。ん？さあ、左下にあるのめっちゃかわいそうで仕方ないんだけど。いや、ここいいな。ここ一発で決めよう。まもなく、ミネ村、ミネ村。この時にミネミネミネ村にしたらめちゃくちゃ言いづらいよね。でもそのうちミネミネミネ村が誕生するかもしれない。お、左から来たぞ、電車が。だからミネミネ村の時は右から来た気がする。どうでもいいわ、そんなこと。めっちゃどうでもいいわ。うおー、懐かしいな、この空景。ちょっとこの村長、服装がダサいですね。なるべく早く着替えさせてあげたい。おー、リスがいる。え、誰だ、この子。見たことないぞ。カジロウ。え、初めて見た。カジロウって誰？レアなんじゃない？ミネ村へようこそ。ふるさと納税みたいな気分。村長お待ちしてましたよ。私のこと？もう当たり前でしょ。他に誰がいるんですか？約束してみんなでお待ちしてたんですよ。この列車で来るって約束してたからって。もう完全に秘境村じゃないですか。来る人がいない。まあ、とりあえず詳しい話は役場の中で。ミネ村の地図をお渡ししますから、ちょっと見てもらっていいですか？じゃ、リスめっちゃ可愛いんだけど。リスめっちゃ可愛いんだけど。じゃ、役場の位置最高じゃね。ちょ、この子、この子。カジロ。ちょ、顔見せてくんない？顔。顔、顔、顔、顔。え、誰？カジロって見たことないんだけど。あ、ある気がする。じゃ、ある気がするわ。じゃ、リスは全員把握してたつもりなんですけど、まだまだ爪が甘かったと。そういうわけですね。いや、すごい位置にキャンプ場あるな。ちょっといい感じの村に出会っちゃったわけなんですけれども、ちょっと村を見て回りたいよ、静江さん。ちょっと待ってもらっていいですかい？ここに池があるんか。池の位置が若干微妙かな？ R パーカーズがここにあって池がここにあるんだね。ちょっと池の数多いな。4つはさすがに多いぞ。じゃあ橋が、お、でも、なんかいいね。この池と池の間に囲まれてるここの部分。ここの部分たまらなくいいんですけれども。誰？ピータン。じゃ、ピータンちょっとかわいそうだな。
ピータンかわいそうだからなんとかしてあげたい。え、早く橋が欲しいね。いや、ここに橋立てたいな。橋を立てたいじゃない、橋かけたいな。ここの部分に橋かけたらなんかすっごい綺麗に。あ、でもここでもいいな。ここにしよっか。ここ橋かけたいですね。てかマジでリッチいいな、ここ。ちょっと池の数が気に入らないんですけれども、それ以外だったらもう断然ここで間違いないかなと思っております。では早くね、村長のね、服を変えてあげたい。早く変えよう、村長。あ、この子がピータンか。村長、峰村へようこそ。まずは村にトレーニング場作ってくるよ。それから、青色としたことがいきなり飛ばしすぎだったね。まずは用事を済ませてくるといいぞ。この子がピータンか。ちょっとかわいそうすぎますね、ピータンちゃん。ここら辺はもう、カットで。さて、家を建てるわけなんですけれども、ちょっとね、一番最初の家の位置っていうのはかなり大事なわけなんですけれども、ちょっと花の位置がわからんからかなり枯らしまくってしまってるんだけど、ちょっとここよくね？もう断然ここなんだけど、ちょっと川の位置が近すぎて建てられないかな。なんか建てられん気がするぞ。いや、行ってみよう。行ってみないとわかんねえ。うわ、懐かしいな、豆粒商店。こっからまたね、あれだね、デパートを建てたいわけなんですけれども、いや、最高だね、これ。博物館左側にあるわ。うわ、峰村と逆側にあるって、これ結構いいぞ。しゃはー、久しぶりだな、たぬきち。またローンを払ってやろうではないか。さあ、ミネットさん、お家を建てるご相談に来てくれたんだもんね。と、村尾のどのあたりに建てたいか、大体のイメージは決まってる？バッチリ。バッチリ決まってる。そう、たぬきちの方が足早い気がする。あ、気のせいだった。じゃあ、タヌキチに追いつかれないようにした。お、早いな、お前。ちょっと、ここに建てたいんだけど、ダメかな？多分ダメだろうね。やっぱり。こうなんか、橋からさ、来た瞬間にミネットの家があるって考えたら、すごいいいようにならない？ここら辺どう？ここがあるから、ここの花の部分。花の部分の、美味しいなんかなってるよね。なんでこれだけ？逆に気になるんだけど。つまりさ、ここの部分に建てたいわけだよね。ここら辺。川が近すぎるだと？本気で言ってるそれ。川近いか？そんな近くないでしょ。いや、そんな近くないって。もう一回。うそー、マジかよ。くっそー、これがいいんだよ、ここが。でも、橋の位置はなんとかここ変えれないな。いや、待って、橋の位置変えたら、またこれもまためんどくさいことになるな。ここ橋立てれるかな？かなりね、これは計算が必要になってくるよ。ここやったら橋が立てられるか。じゃ、この住民は、どかせることができるので、この位置か。これまっすぐなってる？これまっすぐなってるかな？まっすぐなって、てますね。ということは、ここに立てても特に問題はないので、ちょっと待ってね、かなり慎重に行くよ、慎重に。ここ橋立てれるかな？立てれたらいい。ここ橋立てれるよね。立てれないと積むわけなんですけど、多分立てられるはず。いや、立てられなかったらもうあれだね、峰村と同じあれをたどる気がしますけど、ここだね。そう、ここ。いや、建てれるはずだよ。マジか。マジか。神か。適当に引っ張ったらもうなんかすごいな、この村。適当に引っ張ったらなんか出てきたし。ここや、ここ。たぬきちこっち来い。ナイス。ここ。もう一歩手前や、お前。頑張れよ。あ、パーフェクトなんだけど、あともうちょっと、こっち側がいいんすよね。いや、こっち側すぎる。この木が邪魔のせいでね、なんか、うまいこと決めらんねえな。あともう2歩ぐらい左、右側に行ってほしいな。多分ね、この木が邪魔だからね、やりづらいんだと思うんだよな。違うんだわ。あともう一歩、右に行ってほしい。もう一歩だけでいい。もう一歩だけ。
あ、木が邪魔なんだわ。間違いなくこれ木が邪魔だからできないんだろうな。まあね、家に関してはなんとかね建て直すことが可能だからまだ許される範囲ではあるんだけどな。もしもね橋の位置を決めて橋がね、建てられなかったらあれだな、帰るしかないな。よし、ここにしよう。ここで行きます。決まっちゃった。第3の家が建つぞ。よーし、静江さん帰ってきましたよ。多分これは苗を植える話になるのではないでしょうか。さあ、というわけでですね、苗を植えましょうか。いやー、1年ぶりだぞこれ、苗植えんの。押します。さあ、ここにミネット第2の村長が誕生いたしましたよ。おー、懐かしいなー、1年ぶりですよ。就任おめでとうございます。ミネ村も豊かに育っていくといいですね。さあ、頑張ってね、村整備やっていきましょう。さあ、というわけでですね、ここにミネット村長が誕生したわけなんですけれどもね、この村は、ミネミネ村の暮らしとね並行してやっていくわけなんですけど、結構ね夜遅くにアップしようかなと思っております。これからの流れといたしまして、熊岳の村を作るのと、まあ村整備頑張っていくっていう、まあね寝る前とかの、時間にね、アップするのでね、見ていただければなと思います。というわけでですね、これからタイトルなんですけど、富森2っていう名前でアップしていきます。というわけでですね、ミネ村のミネット村長のね、動画を見ていただければなと思います。というわけで、これからもね、よろしくお願いいたします。じゃあな。